ちょっと変化球でいきますよ、はい、キュンと来る言葉。おー、なるほど、いいね。キュンとくる言葉、山手線でもこう回るよ、まあ、だから、有田さんからスタートするから、純ちゃんの後ね、こう一緒って、はい、いいよ、ね、うん、ポンポンでいくからね、はい、せーの、好きだよ、今日は帰りたくない、目が綺麗だね、一緒にいると落ち着く、時間くれる、今日の料理美味しいかな、大根どうした、一瞬目だよ、料理言うだから大根つってもらうんだ、そうそうそう、それでキュンと来ないじゃないですか、何食べたいって聞いて大根みたいになんか料理名じゃなくてその野菜を言うあたりがいいなんだ、いや、そういうことじゃないね、キュンと来る言葉だから大根好きとか、まあ、今で言えばあの君の料理食べたいなとか、うん、君の料理美味しいなとか、そうそう、美味しかったよで今繋がってしまったから、引っ張られちゃった、引っ張られちゃった、ジュンちゃんがちょっとね、ちゃんと俺のせい、みんなの良かったと思うよ、ね、時間ごめん、もう一回同じテーマで、でもその大豆の時間くれるっていうのはちょっと俺の、そこでも止めなかったけどね、そこでも言えなかった、止めなかったけど、ちょっと説明を時間さんに回したかったから、止めなかった、時間くれるじゃない、時間ちょうだい、でその何が急に、何が急に、え、何言われるんだろうってことじゃん、異性からそういう告白されるかなって、そう、あ、どっちかって逆に思っちゃったの、付き合ってくれとか言ったら、あ、ちょっと時間ちょうだいとか言う方ね、あでもごめんね、ちょっとひねっちゃったね、ごめんね、告白前のちょっと時間くれるっていうなら、まあまあ、じゃあこれはセーフ。